久しぶりにリールを作りまして、またあのちょっと凝りすぎたやつをね作っちゃったんですけども、こちら、リバー F45 シリーズですね。F っていうのは藤原雄一の F、 45っていうのは、まあ、藤原雄一45歳の時の作品ということですね。当初はもっとこうあのなんていうんですかね、あの簡単なリール考えてたんですけど、やり始めるとやっぱり凝りすぎちゃいまして、こういった形ですね。まあやっぱりサイドカップのこの形が象徴的だと思うんですけど、あの僕らっていうのはやっぱり、まあ、トップウォーター大好きで、その時ってねオリジナルリールがなくてね、やっぱアブリールを使ってたんですけど、そこでやっぱ3000っていうリールがあってね、こういう形してたんですよ。ここが樹脂製でね、それがものすごくかっこいい。でそれがまあ、 あの欲しくて欲しくて手に入れて、で使ってみると、ちょっとまあよそのメーカーのことなんで言えないけれども、あのちょっとまあ使いにくかったんですね。でこのデザインで現代のそのあの性能でね手に入ったら最高やんっていう話をもう20年以上前にしてたんですよね。で今回それをこうやっちゃえと。で樹脂でやるとちょっと精度が出にくいし、僕らのまあ何万個で作るんじゃないんでね、樹脂では難しいので、これここの部分をこうアルミの削り出しで、作っちゃいました。でアルミの削り出しで作ると引き目って言ってこう削った跡が出るんですね。でそれを磨いて磨いてやってると、まあもう全部磨いちゃえということで、もうほんとこれフルポリッシュドリールになりました。でモデル的にはこれドラッグで見てもらっていいんですけど、この星型ドラッグついているものが右ハンドルのノーマルギア、いわゆる一般的な今まで皆さんが思ってはるようなベイトキャスティングリールの、システムです。で今回特徴的なのが、このモデル DNA っていう、 D っていうのがダイレクトっていう意味なんですけど、これこのダイレクトっていうのが普通のいわゆる一般的なハンドルが逆転するあのダイレクトではなくてですね、ここでドラッグ調整ができるんですね。でドラッグ調整がして、ドラッグ固く締めると、あの普通ならダイレクトダイブリールってこう簡単に逆転しちゃうじゃないですか。それが、締め込むことによってこう出る力が固くなるんですね。だから魚の引きに応じて、この、まあ、逆転するんですけれど、この逆転する力が抵抗がかかるんですよ。ですので非常に高度なシステムなんですけど、これ釣りで慣れてくると本当に楽しい。ですからこれ緩めてしまうと、一般的なダイレクトドライブリールのように簡単にこう逆転しちゃう、そういうドラッグ調整効くダイレクトですね。投げるときは普通にポッシュボタンを押してもらってフリースプーンになりますんで、非常にキャストは快適に。で釣りしたとき、まあ、釣りしてる最中は関係ないんですけど、釣れた後っていうのがこうハンドルでやり取りできるんですね。ドラッグ付きリールなのにハンドルでやり取りできる、これはあのブライトリバーのダイレクトシステムです。これ非常に特徴的ですね。最初ちょっと慣れないからバラしやすいですけどね、慣れたら本当に最高です。で左ハンドルモデル、左ハンドルモデルはもうダイレクトだけです、専用です。ちょっとねあのよそにはないシステムでね、あの戸惑う方もいらっしゃるんですけれども、あの慣れていただくとこんなに楽しい、もう本当にかけてが楽しいリールないですからね、持つ喜びと使う嬉しさ楽しさがある、F45 です。ぜひご検討ください。お願いします。